モーリス・ピアール・ベルヌーイは、フランスのデザイナー、美術評論家である、アール・ヌーボーの時代に活動した。フランス北部、エーヌ県の3イコール簡単に生まれた。1888年に、パリのエコールでボザールに入学し、建築を学んだ。建築の研究のほか、エジプト学や絵画の様々な技法などを独学で学んだ。新しい美術への興味から、 アール・ヌーボーの先駆者とされるウジェーヌ・グラッセが教えていたパリの美術師範学校が長く校長を務めたことからゲラン学校とも呼ばれた。2892年に入学した。日本のデザインや植物や動物の図案化などの著者を表した。ウジェーヌ・グラッセに誘われて1897年から美術雑誌、アートデコレーションの仕事をし、多くの記事を書いた。 レモンドモダンやエルイメージといった雑誌にも評論や表紙絵を描いた。第一次世界大戦の後、スイスのジュネーブに移り、その後、傍衆のリバーズに住んだ。更新の指導も行い、アメデオザンファンらを教えた。ありがとうございます。